はい、皆さん人生楽しんでますでしょうかマサです、えー。今回の動画はですね、えー、またまたちょっと論争になっている問題なんですけど、えー、パリオリンピックについて僕が思うことをね、えー、話をしたいというふうに思います。Far <West> Life. まあ今ね、皆さんもご存知の通り、パリオリンピックがですね、 すごいなんかまあものによっては炎上してすごいニュースになってますよねでまあ今回ねちょっとあの僕がそれについてちょっと思うことをね話をしたいと思うんですけどまずですねもう結論から言いますとパリオリンピックはあのもうオープニングからしてアウトだと僕は思ってますなぜかというとその正しい正しくないとかちょっと置いといて まずねそのオリンピック自体スポーツを見れる、まあ、ものじゃないですかそれなのにもかかわらずあの政治的なことを取り入れすぎてるんでちょっとオリンピックにまで政治的な要素を入れんなよっていうのが、まあ、まず素直な、えー、率直な感想でございますでまあ皆さんもご存知のようにですねオリンピックのそのオープニングセレモニーですかそこがねあのまあ ニュースでもやってましたけどねなんか首が切れてるなんか女の人が歌ってたりとかあとはキリスト教の,あの最後の晩餐になぞらえてですねすごいなんか肥満の女性がですねあのイエスの代わりにその真ん中にこう座って。 え周りこうトランスジェンダーの人たちにこう囲まれてるみたいなもろねなんかこうその多様性を推したいのかなんか知らないですけどちょっともうやりすぎだろうともうスポーツ関係ないやろうとなんかそのスポーツとか例えばそのなんかこうフランスのなんかすごい元々の伝統的な何かに関係してることをね あのフランスでやってんだからアピールするのは僕はすごいいいと思うんだけどなんかもうね政治的ななんかその極左の人のイデオロギーをこう押し付けるみたいななんかそれを無理やりこう賛美してるみたいなねなんかそんな感じにちょっと僕は思えたんですごい残念だなと思いましたもうあの開会式はちょっとねちょっと僕はもうなんか残念だなと思いましたよね なんかそういう政治的なね要素がなかったらね楽しいと思うんですよすごいねあの昔のオリンピックとかの開会式とかすごい僕いいと思うんですよそれこそあれですよねこの前の東京オリンピックの「あのファイナルファンタジー」とかのね歌のあれとかすごい僕好きだったんですけどね,ねあのカザフスタンの選手ほんまになんか。 フファァイナルファンタジーっぽかったですよ、ね、なんかねああいうのとか良かったなって思うんですけどまあちょっと残念ながら今回はね思いっきり僕の大嫌いなポリコレの要素がですねあのすごい入っててちょっと残念だなとちょっとどころかすごい残念だなと、えー、思ったのがまずね率直な意見でございますで、まあ、もう一つ僕ねそれに関して残念だなって思ったのが あのポリコレ思想をこう押し付けてるみたいなこと以外にもですねあの宗教をすごいバカにししてるようなあの感じもしたんですよまあ人それぞれね信仰してる宗教は違うとはいえその宗教をなんかもう完全にねじ曲げてるような,なんかバカにするようなね、えー、そういったことは本当に良くないと思うんですよ。 これ多分ね、なんかイスラム教とかをバカにしてるような感じでセレモニーしてたらめちゃくちゃ問題になってると思うんですよね。まあ今回キリスト教のね、えー、関係の人たちは多分めちゃくちゃ怒ってると思うんですけどそれはは怒りまますすよ。よ。絶対間違ってると僕は思いますよ、まあ、日本の神道とかに当てはめて考えても本当、ね、そう思いますよ。例えばアマテラス大神のね えー、代わりになんかすごいその肥満体の女性をねその天照大神になぞらえてねなんかバカにしたような感じに見えたらね絶対怒りますよ日本人むっちゃくちゃ怒ると思いますよ多分僕めっちゃ腹立つと思いますよそれ日本は神道とあとまあ仏教とかもありますけどねそのお釈迦様の代わりに全然なんかねわっけわからん肥満体の人がドーンと来てお釈迦様の真似してなんかバカにしてるような感じしたら。 絶対お寺の人ととか怒ると思うんですよねそれと同じことをやってると思うんでそれに関しては僕かなりねちょっと残念だなと宗教をバカにするのは良くないなとであとはですねその試合とかで問題になってるのがもう皆さんご存知の通り、ありボクシング女子6 6キロ級に出場している、まあ、アルジェリアの選手ですよね が、8月1日にま2回戦でイタリアの選手にま買った時の話がすごく問題になってますよね。で、このアルジェリアの選手はですね。えっ、ー、と、去年の世界選手権であの性別適正検査で失格という風うになっているにもかかわらず、まあ、今大会では出場が認められていることから安全性の面で不安の声がまあ広がっていると。 いうねまあそういういい感じみたいなんでですよねでまあ、この人はですね今までよくアメリカとかでもねあの問題になってるその元男性の人がねその女性になってなんとかとかトランスジェンダーのね典型的な問題とはちょっと違うんですよね。この人はですねあのまあ、女性として生まれて女性として育ってきてるみたいな感じらしいんですけど。 ただあの染色体がですねちょっと異常染色体かなんかであの XY 染色体を持ってる、まあ、女性ということであの染色体以上の人らしいんですよねだからまあ性別は女性なんだけどその染色体がその XY 染色体のせいで その骨格とか筋肉とかがまあ、男性と同じような感じにまなってるということから、えー、女性と戦うのはフェアじゃないというまあ、そういう問題がかなり、えー、出て炎上している感じですよね。現にですね、まあ、この試合ではイタリアの選手が、えー、たったの46秒で試合を棄権しているということでまあすごい問題になって。 でまあ、世界中ではこれがあのすごい賛否両論なんですよね。僕としてはそのどっちが正しいとかっていうのは言えないんだけど、まあ、ちょっと個人的な、えー、意見を言いますとこの選手自体は僕は悪いとは思わないんですよ。なぜかというとそれはオリンピックが OK 出してるんで。 えーね、出してる以上もちろん彼女はそりゃ参加したかったら、ね、できる資格になってるんで、まあ、それは出ちゃうだろうっていうね、えー、ことなんですけどただですねこれ旗から見てて全然まあ勝負にならないぐらいもう、あのー、力の差がまあ、ね、男性と女性みたいな感じで歴然だと。 えーいうことなんですよそれはまあ XY あの,の、ねえー、染色体をまあ持ってるっていうことがまあかなり関係してるみたいなんですけどねだから人によってはもう本当男性と女性を戦わせるようなもんだということでね僕の意見はその彼女自体悪くないとは思うんであのまあ非難されるのはそれを決めたオリンピック側が。 非難されるべます。で、まあ、僕の動画では普段そのアメリカとかに関係してるねあの話とかを結構したりしてるんですけど今回これパリなんですけど、あのー、なぜかというと、まあ、今ちょっと大統領選とかでもね、あのー、話題になってますけどトランプ元大統領が、えー、女性スポーツから男性を締め出すっていうね 発言をしてですね、まあ、2028年のロサンゼルスオリンピックでは決してさせないみたいな、まあ、そういうことをまあ言ってるんで今回ねこういうオリンピックの問題とかあってる中で僕がねすごく気になるのは、まあ、こういったねあのニュースを見てアメリカ人はどう思ってんだろうっていうのすごい気になってるんですよねだから今ほらちょうどねあの大統領選でこう2つに意見が ちょうど別れてるんでこんだけポリコレをねすごいオリンピックとかで押した時にまあアメリカ人がこうどう思ってんのかっていうのがあの大統領選とかでも影響してくるんじゃないかなとだからまあ何とも言えないんですけど、まあ、今回のね、えー、例えばそのパリオリンピックの何、えー、て言うんですか開会式がめちゃくちゃ炎上したわけなんですけど、まあ、それがですねあの多分。 これこれがまあねどのぐらい行き過ぎてるのかっていう別の意味でもねあのいい宣伝効果になってるんじゃないかなというふうにまあ僕は思うんですよ。それであのやっぱりすごいアメリカの中でもリベラルな人はこれを参照するだろうしね保守的な考えを持ってる人はもう絶対 NG だろうっていうふうにまあ思ってるだろうしそれがね僕の中では多分大統領選の結果 に結構出てくるんじゃないかなというふうにまあ思ってるんで今回のこのパリオリンピックっていうのは、まあ、いい意味でも悪い意味でもこうアメリカ人に宣伝、えー、したんじゃないかなとでその結果、まあ、どういう感じにアメリカがこう考えがねアメリカの人たちがこうどういうふうになっていくのかみたいなっていうのがすごいちょっと、えー、気になるなというふうにまあ思っております。 Far West Life はいということで今回は以上になります今ちょっとあの仕事の帰りでちょうどホテルチェックインしたところなんでもうちょっと全然すいませんなんかもう仕事帰りでパッてちょっと動画撮っただけなんでちょっとまとまりとかがあんまりあの動画なかったかもしれませんがご了承お願いしますはいそれではご視聴どうもありがとうございましたそれではまた次のファーウェストライフでお会いしましょう